はいどんパラプンテ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は梅崎復活、しかしホーム連戦勝ちきれるということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、いや、なかなかに厳しい内容というか、内容は,、まあうん、内容はあれなんですけれどもね、うん、結果となってしまった大分のゲームでございますけれどもあ、ちょっと悔しさ残りますね、やっぱホーム2連戦ね、ねやっぱ大分って言ったら、昨年ホームでは J1 でも良いゲームも。 していたチームなんでねそんな中でこのホーム2連戦しかもこう上位相手ならわかるんですけどもねまあ、金沢そして栃木ここにちょっとね勝てなかったというのは相当に痛いんじゃないかまあ守備のとこは前回金沢の時ちょっとや,やばかったんですけど、ね、やばかったって誰かちょっとまずかったんですけどその守備のとこは改善することができたんですけど結果としてはちわなしでございましてね、まあなかなか厳しい結果でございましてこの試合振り返っていこうと思ってますよろしくお願いいたしますということでこちらメインチャンネルですねサブチャンネルの方 もですね、あと少しでチャンネル登録者数があの1000人に行こうとしております。本当にありがとうございますという話でございますけど。よかったら動画概要欄からです、ね、サブチャンネル登録もよろしくお願いいたします。とというここでまずこちら、まあ 今回からちょっとね流れ変えて結果から出していこうということで大分栃木はドローで、えー、終わっております。まあ、これ、ね、今までこうスタメンを出して、ね、今回のスタメンはっていう感じで出してからね結果を出していたんですけどもが、まあ、今回ちょっとあえて結果から出してそこからね選手見ながら話そうかな結構こう先にスタメン出してしまうとちょっとこの後まだ話すことがあるからこう選手個人個人のこと触れる時間がなかったりとかするんですけどが、まあえー、今回は、ねまあ、結果を出してその後スタメン表を出しながらちょっと選手のこと、えー、お話ししていけたらなと思ったんでら 出しま結果はどうだということが終わっているわけでございますが、でそして次、こちらになるわけですね、スタメンということ、ちょっと順番を変えてね、ね今回こういうふうにやっていくんですけども、もだからこれで言うと、まあ、守備のところ、ね、香川選手、スタメン起用でしたね、ちょっと僕もびっくりで、ここちょっといじっていくんじゃないかなと思っていたんですけども、も、まあ、そこは監督の信頼とか、まあ、香川選手のモチベーションとか、まあ、取り返すっていう、そこにまあモチベーション的なところにかけたのかなという感じがしております。まあ、クロスは良かったですけど、まあ、結果として測定につながらずという まあ香川選手もねこの試合、取り返してくれたと思うんですけど、これが勝利につながるプレーじゃなかったらちょっとまずはこれは香川選手だけじゃない、香川選手だけのことを言っているとで申し訳ないんですけど、香川選手、本当にいいプレーを見せてくれたんですけど、それが本当報われれば一番良かったのかなという感じはしておりますけどもね、ペレラ選手とかもディフェンスに関しては特に問題はなくて、もちろんピンチもあったんですけど、最後、しのぐことができたと思います。だかから全全体的にねこう悪かったこととは全然なくてなんだろうな結果と内容 が伴って本、ね、当、あと半歩分とか足あと1秒だけ早く出していればとかそういうシーンも結構あったと思いますし、まあ、前半から小屋選手、長澤選手が、まあ、何回かチャンスを、まあ、作ってそこでまあ決定機ていうのがあったんですけど決め切れつっていうのがえありましたが。がししかし、まあ 何にせよ攻撃の角度が野村選手になりつつある、まあ、最初、ダゾーンのね試合を見ていて多分実況か解説の方も話されていたと思うんですけど、野村選手がこの2トップの間でプレーするま、まトップ下ですねはトップ下のような位置にねポジション取りすることがあったので、れ,れ3 5 2かなとか、4 5 1かなとかまあちょいろいろ考えたんですけど、一応、これ J リーグの公式のスターティングメンバーではえーこういう風な形になっていましたけれど、野村選手、右サイド配置であるんですけど、結構、自由にえ顔を出していた感はありますけどもね。そしてあと 栃木で言うとこれねやっぱ黒崎良かったですね黒崎良かったちゅのもありましすグティレスも良かった本当グティレスは自分で運ぶこともできるんで良かったですトカチが相当良くなっていいよと八千田選手も非常に良かった栃木は本当個人個人の能力は本当素晴らしいものがこれあるんでねこれ時崎監督がどういう風な今後チーム作ってくるかわかりませんけれども非常にポテンシャルあるトカチが相当良かったと僕は思っていますこのワントップツーシャドウのツーシャドウとか特にですねこの矢野選手がサポートしながらも、まあ、お互いがお互いですけれどもねサポート しながら前進していくシーンとか起点作るシーンもあったので非常に面白かったですけどもね。はい そしてもうちょっとじゃ試合内容を見ていく途中で前半レビューという話ができますが、まあ、野村選手を中心に、えー、チャンス名、今度小屋選手の惜しいシュートもあったんですけどもねで守備のところは八千田、十勝この辺が相当推進力があったんで右、まあ、八千田選手が結構左に降降りりてきたり降りるですか左にスライドしてきて十勝選手とまあ近い距離でプレーするとかそういうシーンもありましたこう矢野選手と八千田選手、十勝選手が広い三角形でこう攻めていくというよりうお互い、お互いしっかりえ適切な距離感とか結構狭いというかねこうまあうんいい距離 適切な距離感でプレーすることがあって、まあ、そういう時間帯もですけれどもねあった、まあ、流れなんかとかあるんですけども、そういう時間帯に結構ピンチ、シンクというのがあったんで、ちょっとそこは苦しんだ感じかやっぱありますけれどもね、であとはまあ前節から続くもどかしいですね、前半特にそうでしたね、まずチャンス、決定機あるんですけど、最後のところ決めきれというのが、えー、あります、これはだからね、ね大分としてやっぱ決めきれない感じの話でございますけれどもね。はい そしてじゃあ後半ね後半レビューということでまあ手数少なく攻めきるも結果としては取ろうというので前半、結構自分たちでポゼッションしながらそしてね最後崩そうという意識がどうしてもあったと思うんですけど後半はどちらかというと縦の,縦の意識このえ素早く攻める本当スピーディーな攻撃というのが結構目立ってましたねそこのスピードアップまあちょっとこれうーんなんて言うんんんなてですか前半しっかり自分たちでポゼッションしながら崩そうという意識はもちろんあったんですけどそこがなかなかうまくいかなかったというのもあると思うんですけど一つまあこの監督 まあえ修正してきたところというとまあまあこう縦の意識、縦をどん,どんどん仕掛けていくことがラインブレイクしていこうという意識が前半よりも強かったのかな、手数が少ない方がちょっとチャンスを迎えるシーンも多かったと思うんでねそこはやっぱ意識してショートカウンターのとかもそうですけれどもね攻めていた感はあるんでそこはいい変化だったんじゃないかと思いますそして今日ベンチメンバーを見ていると、やっぱりこう連戦、次またね30日ですかね、終いたすぐゲームがあるんですよね、まあ、すぐ連戦、今回、ちょっとなかなかこれゴールデンウィークってどこのチームも連戦で厳しいときではあるんですけれどすぐもう次の試合 があるとということで、まあ、ベンチメンバーがですね、まあ、こ今日、出して今ちょっと見ているんですけれども、えー、ゴールキーパー西川選手、ウェービス選手、上崎そして高畑、湯場えー、藤本、宇津本ということで結構これねメンバーがまあ控え本当にという感じの <laughs> メンバーの選手が多かったですね多分、これ、えー、連戦を考えての控えメンバーでもあったのかなというのはあるんで、まあ、そこはだからねゲームコーディネートというか、まあ、この試合の日程とかの関係もあるんでしょうがないっちゃいい、しょうがない小林聖吾選手とかもね、えー、入ってなかったりとか。 したんでそこはまあど,うもどうしようも何とも言えないところではありますが、ここだから、ね、本当井上選手とか、えー、まあ怪我してますけど、増山とかあと町田とかこの辺にメンバー、えー、なおを連ねてくれば一番いいんでしょうけど、まあ、そこなかなかえ難しい、多分監督としては結構割り切って、えー、この試合、本当90分間考えていたとは思うんですけれども、もどうなんだろうな、なかなか難しい、1枚ちょっとねん難しいですねこのメンバー構成からして、し途中から流れ変えてくれるとうなかなか厳しいんで、多分監督のゲームコーディネート的には、これスタメンの 選手まあ、スタメンの選手はもうこれ本当、えー、ザ・レギュラーザレギュラーって感じの選手なんでこのスタメンの選手で1点取ってそこから逃げ切ろうとかそういう、えー、作戦だったんじゃないかと思うんですけどもなかなかちょっと、えー、厳しい展開になって、まあ、別に監督の考えが悪いとか僕は、まあ、思ってはいないんですけどもねで あとやっぱこのね、さっきも言った梅崎ですね。梅崎がね、ようやくこれ、帰ってきましたね。まあ、リーグ戦、リーグ戦今季初出場ですかね。ということで、本当、この待ってました、やっぱこれ、大分といったら梅崎、司のイメージはどうしてもあるんで、この梅崎の出場というのは、今後ですね、まあ、スーパーサブ的になるか分かりませんけど、まだまだやると思うんで、そこはちょっとね期待して見ていこうかなと思いました。高畑選手もルヴァンカップでいいこのプレー見せていた流れもあってですかね、非常に目立ってましたしいい、いいと思うんですけれどもね、この辺のレギュラー争いもちょっと注目ですね。で、あとはビルドアップですね。 これ大分結構簡単にボールを進めることができたんですけどこの大分のビューダップの時は栃木に結構助けられたかな、このワントップ、ツーシャドウのとこまあ矢野騎手、十勝、八千田選手のところではあるんですけどあんまりこう連動はしてなかったかなというのはあります、もちろんこれ個人個人の選手がしっかりペースいったりとかはするんですけどこれ連動して3人で高い位置で奪い切ろうという意識は少なかったとっいうのはちょっと大分は助けられたかな、この辺がもっとねせっかく前線、矢野、八千田、十勝というのが3枚いるんで、この3枚でプレッシングかけられたりとか この3枚プラスボランチとかウィングバックの選手がハードワークしてきたらちょっと嫌だなんていう感じこれ,やっぱこれ3、4、2、1のえ特徴ではあるんですけど前、前線3枚でプレスかけることができるんでハマりやすいっちゃハマりやすいんですけどそこはまあ助けられた感は正直あるかなちの僕の中の印象です。このねプレスで奪っていこうというのをワントップ、2シャドウが前線3枚並んでば真ん中を封鎖するまあゲートを閉じるという感じだったんでそこはまあ助けられたかもしれますけどまあそのくらい真ん中閉められたんでまあちょっと大外からの攻撃が 特に前半多かったのは、ちょっと、うん、まあ、これはうまいとことやられた感じ、うまいことでやられた反面、まあ、しかしビルドアップは安定したからという感じがしておりますけれどもね。で、あとは、まあ、この試合結果と内容をどう取るかはですね、まあ、サムネイル、書いてあるとり、ホーム2連戦を 1, 1分けいっぱいでまあ終わって。 しまったというのであ、これ、大分が絶好調で、3連勝中で、この栃木にこの内容で、この結果とでいうのであれば、内容は良かったし、まあ、これまで3連勝してきていて、調子もいいし、まあ、内容良かったし、泥でもしょうがないかこういうゲームもあるよねっていうのは、まだ分かるんですけど、現在、勝てていない中でのこの内容でも、やっぱ不満に思える。やっぱこれ、サッカーとかスポーツってそうなんですけどもね、同じ試合結果、同じ内容でも、その前後のね、まあ、前後とか前,前ですけど、前、それ以前 のゲーム内容が悪かったらやっぱりこう内容が良くても悪く見えるというか思ってしまうんでやっぱ3連勝中とかであればまあこういう試合展開もまあたまにはね,っうね割り切れるんですけどもんちょっといかん戦、得点力という部分では不安が残るもちろん守備の改善というのは前節に比べるとできてはいるんですけど正直、ちょっと不満ですかねまあ長澤小屋選手の2トップが非常に良かったんでねこの辺のまあ流れまあチャンスは作れているんであとはこの2人がどうやって仕留めるかっていうことになってきますが。まあ うん、それでもちょっと得点が決めきれていないね。うん、というのがあるんでね。ちょっと手こ入れも必要か。まあここから本当ゴールデンウィークの連戦っていうのが始まるんで、新しい選手が出てくる可能性も、まあほんと、今まで控えてなかなか出番がなかった選手とか、出場時間が短かった選手が、このゴールデンウィークの連戦でいきなり出てきて活躍するっちいうのも考えられる展開ではあるんで、そういうヒーローの誕生にちょっとゴールデンウィークは期待していこうと思ってますけどもね。はい。ということで、以上になりますね。以上、パルプンテチェルサッカーチャンネルツツンのつつんじゃ方チャンネル登録よろしくお願いします。さら。